こんにちは、かくすけです。やっていきます。カート、続きですね。チャプター2の草原で今、珍しい植物をね、探そうっていう話をしているところですね。植物博士的な人がいて。よーし。ガンガンは見つけたか？森の近くにいるはずだ。そうだよ、森の近くって言ってたな。これが森だから行ったことないとこはないよね。森の近くって難しいな。これ？違うか。森の近くにいるはず。ここが森だと思うけど。あ、ガンガン？二人いるな。この子は？こっちこっち。ガンガおじさんがこの森に入ってったんだ。ガンガおじさんどこ？この子は違うよね。し、耳を澄ませてよ。ガンガおじさんのこの声がこの森からしたんだ。どこだ？どこだ？この森からした？ガンガおじさーん。どこですか？いないぞ？やっぱ、狭い？それともこれ以上広げようにも広げられないもんな。こっち側も、さっきの、あれ？すー。この森からガンガおじさんみたいな匂いがする。あら、ここもか。じゃあ、ちゃんと繋がってないけど、こうやったら出るやつ。オッケー。勝手になんか道が変えられたけど、オッケー。ガンガおじさん。あ、いたいたいた。やっぱりいた。遊んでよ。遊ぼうよ、臭いおじさん。おじさんは声が大きいよね。叫ぶ森ゲームしよう。大人気だね。なるほどな。ようやく流れの先を見つけたぞ。うわ、もう夕ご飯の時間か。謎を解決していると時間が経つのはあっという間だな。食べに行くべきかもしれないが、明日川を調べるのは待ちきれないな。けど、このワンパク小僧たちは僕を行かせてくれそうにない。僕の代わりにこのグローリーフをモンカールに持ってってくれないか？グローリーフをモンカールによろしく。はい。さて何をして遊ぼうか。グローリーフをモンカールに？モンカールってこのおじさんだっけ？覚えておりませんが。モンカール。ちょっとね、期間空いちゃったんですけども。こんにちは。あ、持ってきたよ。あー、グローリーフか。ガンガンを見つけたんだな。この葉はみんなに夕食時を知らせるのに使うものなんだ。皮床のような味だが、最高に魅力的な香りはするんだよ。おー、ご飯でーすって。お祭りだ。手を叩けるんだけど。楽しそうねー。毎日こんなことしてるのかな、ここの島の人たちは。ふぅ、腹いっぱいだ。おいらのプレーリーバヤ気に入ったか？僕らが生きてる頃に作り方を教わったんだ。作ってるといつも思い出すよ。今は星になったけど。ララ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 、ルルルルル。おいらたちの歌は気に入ったか？なりわいの、成長の歌なんだけど、草原と調和して歌うんだ。親父が言うには、すべての大地は声を持っていて、耳を傾ければ聞こえるって。
親父はおふくろから種と歌う方法を教わったから、おいらにももうすぐ教えてくれるんだ。楽しみだな。ああ、幸せな生活をしてるみたいね、この子も。しょ！おはようございます。素晴らしく胸躍る事態だ。川を開拓するぞ。ガンガが咲いているゴーストリリーを見つけた。全員が向かってる。行こう。お、見つけたか。私が見つけるかと思いきや。ガンガが見つけたのか。キャラメルの強い匂いがするプランターだ。ん？あ、花が咲いた。やった。満開のレッドクラッパーだ。これ以上は育たない。拍手で育つ。やったね。育つの応援した。これは無理？やったね。すごいね。ここの人たちのね。ん？楽器とかは。あれ。植物の成長を促すもんね。あれ？あ、道繋がってないんだ。こうしよう。はい。でも、シーアナンと今日の朝、待ち合わせって言ってなかったっけ？行き止まり。まだいる？こっち。あ、いるいる。ここにいるゴーストリリー見つけたの？とってもスリリングね。授業で話すのが楽しみ。ゴーストリリーは子供たちに持ち帰りたいけど、あの子たちってすごく騒がしいのよね。ん？静かにしていましょう。ああ、うるさくしてたら育たないのかな。これ最高じゃないか？隠れた方がいい。はい。この植物はとても恥ずかしがり屋だと聞いたことがある。静かにするんだ、みんな。朝だ。一瞬ゴーストリリーを見たんだが、川の流れが変わってしまった。川の向きが変わればまた現れるから待たないと。川の流れを変えられたらなぁ。おぉ。川の向きを変える？これでいいですか？あれ。こっち？あれ？こっち？流れが変わったぞ。やった。さあ隠れろ。よし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 。みんな隠れるところあるか？こっちにスペースがあるよ。うん、オッケー。行きまーす。どこだ？お、あ、恥ずかしがり屋のゴーストリリーさん。うわぁ。うわ、何それ。すっごい見てる。あ、雨ー！あー、逃げてっちゃった。なんてこったー。め。ブラッドリー、なんてことをやってくれたんだ。ゴーストリリーは食べ物じゃない。羊はキャベツだけ食べてろよ。なんてこった。ゴーストリリー、あのシラミだらけの羊が怖がらせてしまった。どうすればいい？ああ、子供たちになんて言おうかしら。あらら。なんてこった。僕がゴーストリリーならどこに行くだろう。謎は深まるばかり。ゴーストリリーなら、橋に流れていったよ。あれ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 、恥ずかしがりさん。引っかかっているようだ。そのままにしておく。あ、はい、解決しようとする。乗った！あ！大丈夫？一緒に、一緒に流れてって大丈夫？あ！あ、チャプター2クリア？大丈夫？なんか、滝に落ちたような感じになってたけど。
らららららら。ごめんね、オーストリギーちゃんもね。なんか音が聞こえるぞ。なんだなんだ？お？何？何あなた、フクロウさん？フクロウ坊や。丸書いて。相撲でもする？はい。はい。オーストリリー、物体。なんかあるのかな？下の方行ってないけど。どこに繋がってるんだろう。何も挨拶せずこっちに来ちゃったけど。お、左側も行ってないな。どうやったら下側行けるかな？これ繋げてあげればいい？そういうわけでもないかも。うん。あ、丸にしろって？はい。あ、なんか出てきたよ、誰か。オッケー。で、ダメだ。あれ？消えちゃった。そっか。あ、私が一回丸の内側に入らないといけないのか。内側に入るためにはどうやればいいんだ？入れないぞ。あ、入れた入れた。ここで、こうだ。こんにちは、おじさん。ほうほう。チャーブはどうやってここに来たんだ？変な場所だ。君もメッセンジャーかい？ヒゲはどこ？メッセンジャー？ああ、うん。まあ、いいか。チャーブが見つけたこのお菓子の葉っぱをごらん。どう思う？葉っぱ。この森は面白いな。探索を続けよう。フクロウが木から君を見ているよ。へへ、忘れないで、若めの君。フクロウが見ている？あ、葉っぱってそれか。葉っぱって地図か。あ、違うね。これをつなげろと？焚き火があるっぽいね。わあ！すごい野生的な人々が焚き火をしている。ハゲワシは最高の連れ。高く飛び、強く打つく、素晴らしい毛並みを持っている。とても気高い。うんうん。キツネは？彼女本当に優雅だろう。耳はいいから暗闇の中でも晩飯を取ってきてくれることがあるのさ。わあ、動物たちと暮らしているな。道、霧の中に、霧、頭の中に。霧は深い、より深くに進むだろう。目を開け。よう、ちっこいの、どうやってこのワイルドウッドに来たんだ？海を渡るくせに奥地深くを冒険する危険を犯してる。面白いね。俺はレッドウッドの森のリカド。こいつはバランのエニエプ。俺たちメッセンジャーは導いてくれる動物を持ってるんだ。けど外から来たやつには混乱する場所だよな、ここ。森が出口を教えてくれるさ。幸運を。はい、森は出口を教えてくれる。うん、なんか、うわぁ！迷いの森じゃないかー。とりあえず入るか。フクロウが、あ、布切れが木に巻きつけられている。お、そっち側に進めって。
音が聞こえる。あ、またこっちがあるよ。あ、こんにちは。この人はフクロウと一緒に行ってるんだね。メッセンジャー。だけどこっちって書いてあるよ。いや、私はこっちを頼りにする。お、あ、発見。髪きれい。よしよし。さらに二つ。おお。布はついてない？あら、ついてないね。じゃあ、適当に、つなげてみるか。あ、やった！お、熊と相棒か。すごいな、この人。ふふふーん。やあ、森の友よ。私はエヴァグリーンのゴールメク。この毛皮をまとったやつは私の連れだ。心配ない。彼も友人さ。君の動物はどこだい？いないよ。ああ、すまない。当然だと考えるなんて失礼だったよ。このワイルドウッドはかなり鬱蒼としていて絶え間なく変化するから、私たちメッセンジャーでも一人では進めないんだ。連れがいない状態でこんな遠くに来たなんて君はすごいな。私たちは動物と一緒に育つのだが、彼らはマザーへの道を見つける手助けをしてくれる。食べ物を探すのに手を貸してくれたり、危険から守ってくれたり、夜には寒くないようにもしてくれる。本当に素晴らしい友人だ。いいなぁ、相棒、動物。君とはワイルドウッドのもっと深くでまた会うかもしれないな。道がなさそうな時でも森の導きを信じるんだ。霧が蒸留した水だ。気分がとてもすっきりするよ。こんにちは、クマちゃん。彼は外託者ではないかもしれないが、強さは並外れているんだ。私たちを止められるものは何もないよ。顔にそっと水をかける。土っぽい。霧がすっと晴れるって言ってたけど。こっちに行ってみよう。木が倒れている。倒れた木だ。お、進んだ。あれ、倒れた木だ。同じようなところに来ちゃった。これはまだつなげられないよね。あ、間違った？あれ？倒れた木の方向に進む？こっち向いてるから、こっち？え？あ、やばい。あ、上ね。オッケー。倒れた木の方向ね。オッケーです。あれ？下？戻っちゃうよ、それだと。あ、左。あ、よかったー。いやー、ハグしている。みんな仲いいんだね。争いとかはないんだ。倒れた木だ。どうやって行けと？そっち。そっちどうやって行けって？そっか、道が繋がってなくても。え、違う？
違う？そうかー。あ、上になった。こっちだってよ。あ、いい？から下って言われても、上って言われても。え？道つながってないとこなら、あ、ダメだね。あ、違うんだ。こっちって書いてあるけどなぁ。あ、合ってる合ってる。あ、よかったー。新しい地図。難しいな。ちょっと待って。次の目印は特にない。新しい地図はまあとりあえずつなげればいいかな。お、はじめましてじゃない。どうも、三人とも。ふんふん。よう。また会うなんてなちっこいの。けど現にあんたはここにいる。ワイルドウッドは予測不可能だ。送り返されるやつもいれば、あんたみたいに深くまで来たやつもいる。マザーまでもう少しだ。見てみろよ。この辺の木が密集している様を。疲れたら休め。休んだら行け。奇妙なシンボルの入った大きな石だ。ふんふん。私たち森の部族は大の動物好きだ。君も気づいているかもしれないが、私の部族は小さくて、いろんな森のあちこちに散らばっている。ハグをすればお互いに親密さを感じられる。ハグといろいろな葉のお茶、それこそが人生だ。こういうのもいいなぁ。私の可愛いクマはギュッとハグのするのが大好きだ。大丈夫、優しいから。うん。あ、優しかった、よかったー。かわいい表情が。道は終わっている。だが小道は続いている。次は、あ、草が上って言ってるな。違うな。適当につなげていいんだ、おそらく。新しいところはとりあえず適当で良さそうだ。で、木が、ここは特に、どっち側、あれ？あ、しまった。出ちゃったんだ。もう一個新しいのをつけてみよう。うん。今全部左側に揺れてるのは関係ないかな。あ、違う。ここは、木が左側に揺れてるから？ってことでいいのかな？あれ？ダメか。どういう基準だろう。さっきのところは、ここから左に行くのは OK だったんだよね。え、どういうこと？なんか目印になるものあった？わかんないな。わかんないわかんない。え、小道は続いている。真ん中のやつとかも関係なく。あ、わかんない。なんだ？
え、あ、でも時間がいい時間になっているので、いや条件分かってないけどな。次回も、次回にはちゃんとこの謎を解いて頑張りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。